今日もやっていきましょう。今日なんですけども、野菜の食べれない、このお方に今日はね、うちのペットたちの大将として出ていただきたいと思います。ババン陸亀のリコくんですね。さあ、では今日は、リコにチャンネル登録者の700人お祝いと、あとは総視聴回数10万回超えた感謝の気持ちをね、美味しいものに乗せてプレゼントしていきたいなと思います。ではやっていきましょうこれ撮影本当大変だったんですよ。あのリクガメとの撮影はね、本当に長時間を覚悟するんですよ。ずーっと動かないで、もうじーっとしてのっそりのっそり動くから、本当にね、なんていうのかな、早送りを加えたりとか、多大なるカットを加えて皆さんに見やすいようにお届けしてます。今も8倍速になってますではまあオレンジから上げていきましょうか。うん、リクゴはねオレンジ大好きなので、これは多分ね好んで食べてくれるんじゃないかなと思うんですけど、上げていきましょう。やっていこうほら今も肩ウキウキさせてるもんね。これもまあ8倍速なんですけど、実際にはねすごいゆっくりでこう肩を動かしてるんですけど、なんか嬉しそうに、なんかテンション上がってるよ見えますよね。うん実際多分美味しそうなものを目の前にして少し嬉しかったんじゃないかなと思うんですけどね。今も口パクパクさしたりとか肩を動かしてるしね、ほら食べたそうだもんね。すごい思わせぶりにパクパクなんしてくるんですよしかもこの舌足らずなねベロが可愛くてね、しょうがないんですよね、ほんと。まあね、チャンネル登録者の人が700人いったのも、まあ、10万再生超えたのもリクオのおかげでも、まあ、あるんで、本当にとぼけた顔して今なんか可愛かったな、ウインクしてて、しかも肩すごいウキウキさせてるしね。いやでもよかった、オレンジよく食べてくれてますね。食べれてない部分がほとんどっちゃほとんどかもしれないですけど可愛い、何この感じ、すごいパクパクしてるけどすごい食べれてない。いやなんかずっと遊ぶんじゃないよ映像でいやーなんかずっと見てられますね。かわいいもんな、これがな肉亀の良さなのかもしれないですね。本当に一緒にいる時はずっと見てられますから、もう何にもしないでねずっと見てるのが幸せなんですよね、肉亀は。さあミックスベジタブルを揚げてみたんですけど、実を言うとねミックスベジタブルは、こうやって小刻みにビートを刻みながら食べなかったんですよね、実はねなので、何これすごいサムネになりそうな絵だな、男前すぎません横顔が。そうなのでちょっとね乗せてみたんですよね、ミックスベジタブルをあれだね、おひな様の時のお代理様みたいな感じだね。うんさあそんな感じで、気に入っていたオレンジを最後にあげてね、終わりにしようかなと思います。また次回からね、普通に楽しく可愛い、ペットたちの動画が出ると思いますので、今後ともよろしくお願いします
いやもうすごいじゃん、オレンジどうやったらそうなるの。気にならないの口元は。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。